それでは1月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。理解学習を実践することの重要性はこれまで何度となくお伝えしてきました。そして今回は理解学習ができているかどうかの確認の仕方についてお伝えいたします。それは人に教えるということです。人に教えることができれば理解している証拠です。もし教える人がいなければ自分自身に対して解説をしてみたらいいんです。これならあなたにもできるはずです。今日も問1について、なんでそのような結論になるのか自分自身に解説をしてみましょう。それでは問1に入ります。 A は B に対して人の生命または身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、 B は A に対して貸金債権を有する場合、 B は貸金債権を自動債権として相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、相殺することできませんので×ですね。この問題を苦手とする人、多いんですけれども、理解すれば簡単です。人の生命または身体に危害を加えた加害者から相殺することはできません。もうこの事実だけ覚えておけば解けちゃいます。で、これ許すとどうなるのか。本問では B は A に対して貸金債権を有しています。つまり、お金を貸した方が B さんで、お金を借りた方が A さんなんですね。で、もし加害者から相殺できるというルールがあったらどうなるか。この場合、貸主 B が A に対してお金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよと言って殴ってしまうことができちゃうんですよね。そうすることで被害者A さんは損害賠償請求権を得ることができるんですけども、 B の有する貸金債権を持って相殺することができちゃうんですよね。で、そうなってくると世の中もうおかしくなりますよね。暴力が溢れてしまって、まあ、社会秩序が乱れてしまいます。だからこれができないようにするために、加害者からは相殺できないというふうなルールにしてるんですね。つまり本問の場合 B が加害者です。よって加害者 B からは相殺することはできません。ちなみに問題文で言うと、 A が損害賠償請求権を持っているということなので、 A が被害者が損害賠償請求権を持ちますよね。逆に B が加害者ということがわかります。まあ、このルールっていうのは被害者を救済するためにきちっとお金を払うようにするためのものです。まあ、理解すれば簡単です。個別指導ではこんな感じの解説を行っております。まあ、具体例使ったりとかしていくと非常にわかりやすいですね。考え方をしっかり理解しておきましょう。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。それでは問2に入ります。宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。A が案内状を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし重要事項説明をする取引士は、専任の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば重要事項説明を行うことができます。よって誤りだということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう。個別指導では普通の取引士と専任の取引士の違いまで解説しています。しっかり対比して頭に入れておきましょう。で、問3ですね。都道府県知事は宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。知事は宅地造成工事に関する許可に工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件をつけることができます。簡単に言えば、条件を満たすのであれば工事を行っていいよっていうふうなことなんですね。で、その条件に違反するのであれば工事を行わないでくださいということなので、違反するものに対しては許可を取り消すことができるということです。まあ、言葉の意味も具体例があればイメージしやすいと思います。この方が頭にも定着しやすいので、ぜひ具体例を使いながら頭に入れていきましょう。宅建の勉強していて難しいな、何言ってんのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、
ぜひ弊社ルトスの個別指導ご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社ルトスの教材はできるだけ具体例を入れたりイメージを入れたりまた言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであればぜひ個別指導ご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。